自衛の動画解放軍。まあ今日はちょっと私の嫌いなところそれ話しますね。あのビジネス雑誌とか読んでて時々あの誰々の特集っていうのがあるんですよね。あのあの誰々の特集っていうのを私やめてほしい感じがしましたね。自衛の動画解放軍。あのなぜかあのとその誰々をフィーチャーしてるコンテンツだったらそういう本があるわけじゃないですか。 だから、それを読めばいい。そう思っちゃうんですよね。しかも、そこでフィーチャーされてる本なんて、フィーチャーされてる人なんて、単独の本ありますからね。店によっては、その人の名前でコーナーがある。だいたい出てくるのが、あの、京セラの、あの、京セラ、京セラのあの、創立者の稲森さんと、あと、人じゃないですけど、トヨタ自動車。 そういうのトヨタ式は素晴らしい。その二つなんですよね。まあどちらも、あの日本を代用する会社を築き上げたわけだから、それなりにすごい技術、すごいテクニック、それが秘められてることは確かですけど、まあなんか、そういう記事になってくると、あの、冷静な分析というより、もうその人たちは素晴らしいみたいな。 そういう感情論みたいなのが入ってくるんですよね。しかも、それをあの、ビジネス書とか出してる会社がやってしまう。なんか、私は好きじゃないですね。まあ仕方ない、なんか大人の事情,事情があるかもしれないですけどね。その人たちを時々持ち上げとかないといけないみたいな。でも私はもうちょっと冷静に考えてほしい。トヨタ式も、その京セラの経営も、あの、 万能じゃない。すべてうのびにできない。あの、中小企業には全部適用できないみたいな。そういうところがあると思います。まあ私ちょっと、京セラの経営の方はちょっとわからないですけど、トヨタの方ですと、まああの、一般の会社、ちっちゃな会社、または個人が適用できることというと、いわゆる三元主義、あの、現地現物、 その部分と、あと、整理整頓。そのぐらいだと思うんですよね。まあ、あと、あの、自分たちを中心にした、ジャストインタイム。そういうところなんですよね。まあ、トヨタみたいに、あの、ジャストインタイム。それやっちゃうと、周りをちょっと苦しめる。あの、ジャストインタイム、まあ、知らない人に説明しますと、あの、在庫を自分たちで持たずに、欲しい時に、在庫が自分のところに届く。 これによってあの自分たちが持ってる仕掛かり品も減りますしあと倉庫の面積もも必要な量も減るんですよね。だからすごくいいとは言われてるんですけど実際あのジャストインタイムとか看板方式であのトヨタ自体トヨタの設備自体にはこの在庫はなくなりましたけどあのどっかの駐車場とか高速道路上とか。 そのサプライヤーといって納入する会社の方、そっちの方に物があるだけで、あれは、あの、三方よ良しという、あの、自分良くて相手も良くて、環境、環境とか世間も良い,い。そういうところじゃなくて、自分だけ良い,いという、そういう考え、そうなりますからね。だからこの、看板方、看板方式というか、ジャストインタイムそれに関しては、 まあ家庭とかちっちゃな会社で適用できるのはまあ無駄なものを持たないそのぐらいのざっくりした考えだけで適用できるあと他の部分まあトヨタと言ったら他の部分ありますけどあれはトヨタという大きな組織あの組織だからこそ実現できるわけ実現できるわけだと思うんですよねだからなんか 完全にこのトヨタを褒めるそういう記事はやめてほしいなって思いましたねあの時々その雑誌全てがあのトヨタとか京セラの話で埋まる時あるんですよねまあ別に私トヨタとか京セラ嫌いなわけじゃないですけどあのその特定の記事読みたければ本があるわけですからもうその2つ トヨタ・キョウセラの経営なんてあの本出てますよ。本出てるからそれを買うからその雑誌ではもっと違うことを取り上げてほしいもっともっと聞いたことのないようなことそれをいっぱい取り上げてほしいそう考えてますね。まあ周りでもなんか時々あのトヨタとか京セラ式それになぞらえた話があります。 まあなんか話をしてる方、トヨタとか京セラを召喚すれば説得力上がりますからね。上がるけど、まあ冷静に考えるとただ単に自分に自分とは関係ない権威をくっつけてるだけだろ、ポン付けしてるだけだろ。そんな感じで終わってしまうのも事実です。事実ですからね。私ビジネス雑誌とかいろいろな特集で あのトヨタとか京セラとか他にもあると思いますけどそこら辺があの強くプッシュされる号になるとちょっと残念だなそう思いますねじゃあ買わなければいいだろうっていうか私その雑誌あの定期購読してるから届いちゃうんですよねスキップ機能とかあればいいですけどねあ、確かその雑誌あったよあったななんか買いたくない号は飛ばせるみたいな そういうのもありましたけど、そうすると、ちょっと、お得感がなくなるんですよね。普通の定期購読だったら3年契約で割引されますけど、この、好きな号だけ、嫌な号は飛ばせるっていう、そういうものにすると、確か、年間契約そんな感じがしましたね。あんまお得感なかったような。まあちょっと話ずれちゃいましたけど、なんか、 成功した人ってすごく神話的に扱われる。あ、そうだ、あともう一つ。松下幸之助とかいますね。あの、本当に、神話的に扱われるけど、まあ、なんか、冷静に見てみると、んー、ま、なんか、神ではないのかな。そう思っちゃいますね。ああいう人の言葉聞くとありがたい言葉だって,言って、鵜呑みに信じちゃう人いますけど、まあ、冷静に、 なってほしいな。私はそう思いますね。ということで、J の動画解放軍、決して、あの、名経、名経営者の悪口じゃないですけど、この、経営者の特集があった場合、ちょっと、な、斜めに見るような感じ、車に構える感じで読む方がいいのかな。そう感じましたね。ということで、J の動画解放軍、とてらしでした。自閉の動画解放軍、動画で解放とか、めっちゃええやん。